返り、カービィニュースまとめ。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。この動画では今年2022年カービィ情報ほぼ毎週まとめ続けた私が、月ごとにざっくりとどんなことがあったか振り返っていきます。それぞれ詳しく解説している専用の動画がありますので、気になった方は概要欄の再生リストから見てみてください。動画の後半では最新のカービィ情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。1月、元日からカービィカフェ東京博多で限定新メニューワドルビーの街のアフタヌーンティーが登場しました。ゲーム「星のカービィディスカバリー」の世界を再現したメニューとなっていて、ワドルビー好きにはたまりません。メンドロイドカービィ30周年アニバーサリーエディションが発売しました。好きなポーズで表情を自由に変えて遊べるのが楽しい。 B メントさんから30周年並べてポヨットコレクションも発売されました。30周年のカービィたちのフィギュアをたくさん集められる可愛いシリーズです。2月、スイッチで星のカービィ Wii デラックスが発売されました。2011年に発売した星のカービィ Wii のリメイク作品で新コピー能力が登場、サブゲームが大幅に追加、マホロー主役のストーリーがあったりと、原作に比べて大幅にボリュームアップした内容となっています。またスイッチオンラインでゲームボーイソフト初代星のカービィが遊べるようになりました。これでお手軽に昔のカービィと出会うことができます。3月、カービィカフェで限定メニュークラウンド至福の支配が登場しました。2月に発売した星のカービィ Wii デラックスから早くもマホロアのデザートドリンクが出て、ゲームとカフェのコラボが実現しました。それからアニメ星のカービィのブルーレイボックスが発売しました。2001年から2年間放映されて、単品の DVD は途中で発売打ち切りになって、サブスクでの配信がなかったので、一時期違法アップロードでしか見られなかったのが、正規の手段で見られるようになったのは嬉しいですね。4月、カービィの誕生日月ということで31周年で盛り上がっています。カービィカフェのテイクアウト専門版カービィカフェプチが東京大阪でオープンしました。オリジナルのケーキやグッズを購入できます。本家カービィカフェではカービィのお誕生日ケーキハッピーバースデーカービィが登場しています。グッズ専門店ではカービィカラフルストア、ポイユピポックアップストアも登場しました。定期的に全国を回っていて、通販でもこのお店ならではのグッズを購入できます。それからグッズオリジナルアートスイートドリームスのグッズが大量に発売されました。こちらの発売を記念してカービィグッズを買い上げごとにオリジナルクリアカードがもらえるフェアが開催されました。また1万くじぷぷぷな新生活が発売しました。上位賞ではまん丸なカービィや UFO カービィエフィリンとお昼寝しているクッションがあって、カービィたちと素敵な新年度をスタートすることができました。5月、B メントさんから腹ペコカービィキッチンが発売されました。揃えるとミニチュアでカービィカフェが作れます。
毒罰レンドロイドデデデだよ。あ、発売されました。デデデのグッズ自体が珍しいし、自由にポーズを取らせることができるデデデはかなり貴重です。合わせてメタナイトとワドルビーが再販されています。一時期は値段の転売価格になっていたので、また値上がりしてしまう前に買っておくことをおすすめします。7月、カービィカフェに夏がやってきて、期間限定メニューとグッズが新しく発売しました。今年のテーマはレモンで、爽やかな雰囲気でした。それから4月に開催されたスイートドリームスのフェアの第2弾としてぬいぐるみが出て、お買い上げごとに新しいデザインのクリアカードがもらえました。8月、全国のキディランドさんでプププマーケットサマーキャンペーンが開催されました。カービィのグルメフェスのぬいぐるみが一気に発売されて、原宿、梅田の店舗では特典はもらえました。またビューメントさんからスイングカービィ in ドリームランドが発売されました。ゆらゆら揺れるカービィたちが可愛いグッズです。9月、コンビニファミリーマートとカービィがコラボしました。フードメニューが発売して、お菓子を買うとクリアファイルやステッカーがもらえて、抽選でグッズがもらえるキャンペーンが開催されました。またカービィカフェに期間限定秋メニューが登場しました。さつまいもとかぼちゃがメインでホクホクとして美味しかったです。ゲームでは任天堂スイッチオンライン追加パックでゲームボーイアドバンス作品星のカービィ鏡の大迷宮が追加されました。オンラインで4年まで一緒に冒険できるのが醍醐味です。10月、1万くじ星のカービィコミックなカービィ&フレンズが発売されました。漫画をテーマにしていて、本の形のフィギュアやカービィが吸い込んでいるようなブランケットが登場しました。それから2022年8月に開催されたビッグイベント、星のカービィ30周年記念ミュージックフェスのブルーレイ &CD が発売しました。カービィの BGM がバンドアレンジされて聞き応え抜群です。11月、ここからは現在進行形のものばかりです。カービィカフェに冬はやってきました。こうして振り返ると、季節の変わり目ごとに頻繁にメニューやグッズが変わっています。期間は2024年2月いっぱいまでやっています。カービィカフェ口では初の追加メニューとしてメタナイトの気高きチョコレートケーキが登場しました。こちらの発売に合わせて、一部のケーキは入荷の回数が増えて買いやすくなりました。ビーメントさんからは星のカービィカービィのプクプマーケットが発売されました。揃えるとカービィグッズ大量の専門店が出来上がります。12月、毎年恒例ナムコのゲームセンターとのコラボが開催されています。今年はときめきプレーンフィーバー、オリジナルプライズ大量で500円投入ごとに外れなしのくじを引けます。アプリを見せるとショッパーがもらえて、行くだけでも嬉しいキャンペーンです。期間は2024年1月21日までとなっていますが、なくなり次第終了なので、すでに売り切れになっている場所もあります。プププマーケットでは8月に続いてウィンターキャンペーンが開催されています。前回のアクリルフィギュアとは違った種類のものが特典でもらえます。こちらの期間は1月8日までとなっています。また音楽フェスカウントダウンジャパンとのコラボでグッズが
大量に発売しています。まだオンラインで購入できて2月中旬発送となっています。ラスト、12月26日からカービィカフェで新メニュー、カービィのおかしなアフタヌーンティーが登場しています。カービィのグルメフェスみたいな世界観がとっても可愛いですね。注文するとスーベニアでポコットがもらえます。2024年3月までの限定メニューとなっています。以上、今年のカービィニュース振り返りでした。ここからは年末年始のスイッチでのカービィ情報を2つお届けします。1、お安く発見。任天堂スイッチの E ショップで新春セールが開催されています。星のカービィディスカバリーが対象になっていて、定価6500円のところ 30% オフの4550円で買うことができます。カービィ本編初の 3D アクションで頬張り変形が楽しいです。セール期間は2024年1月10日までです。まだ遊んでいない方はこの機会に遊んでみてください。2、自分らしいスイッチに。年末年始にかけて過去に配布されたスイッチのアイコンパーツが日替わりで復刻しています。カービィからは星のカービィ Wii デラックスのものが12月30、31日、それから1月6日、7日に再登場します。支配人マホローやスーパーポケ能力のカービィはここでしか手に入りませんのでお見逃しなく。以上、年末年始のスイッチでのカービィ情報でした。振り返ってみると、今年はゲームもグッズもカフェもバランスよく充実した年でした。他にもこんなことが印象に残ったという感想やご意見があればお気軽にコメントしてください。チャンネルとしては今年の1月から始めたファンアートの募集でたくさんの方がイラストを描いてくださって応援していただけたことがとっても嬉しいです。ありがとうございます。忙しかったり疲れて動画を作る気持ちが入らない時はファンアートを見て気持ちを高めています。それからチャンネル登録者さんの数が4000人を突破しました。ありがとうございます。来年はもっとたくさんの方にカービィの魅力をお伝えできるように頑張ります。改めて今年1年ご視聴、コメント、ファンアート、たくさんの応援ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。